これは JR の上野駅の公園道ですね。上野公園道であります。そしてここに上野公園の全体図がですね、これを左の方に行きますと忍ばず乗り手に行きまして、そしてここに西郷さんの銅像も行いますね。西郷の銅像、天海僧侶の案が、はい、ちょっとこちらに行きましょう。これはパンダ橋、これはなんか木の木だけど、芸術的な木だな。こちらは上野の文化会館で、こちらの方に行きますと上野の森美術館、日本芸術院会館別館が、正直3時までだから。